今日は全国的に傘の出番となりそうです。いただいておりますウェザーリポートを見ていきましょう。こちら兵庫県の加古川市からなんですが、はい、土砂降りですと靴がすぐ濡れてしまいますということで、かなり強い降り方になっているようですね。そうなんですよ。現在は四国から近畿、はい、そして東海北陸にかけてが雨の中心となっておりまして、はい、強い雨の範囲はゆっくりと東あるいは北日本の方にも広がっていくというふうに見られます。予想天気図まずご覧いただきましょう。その要因なんですけれども、はい、日本海に一つ低気圧がありますね。また四国付近にも低気圧ができて、いずれも東の方に動いていく予想です、はい。低気圧に向かって南からの湿った空気がかなり強く入りまして、雨雲が広い範囲で発達をするということになりそうです、はい。この後の雨雲の動きをご覧いただきましょう。こちらが朝9時ですね。引き続き四国、近畿、東海、北陸あたりが雨の中心です。この後動かしていきますと、日中帯は東日本の各地やあとは北日本でもだんだんと活発な雲が入り始めるというふうに見ております。逆に西日本は昼以降こう晴れてくるところも増えてくるんですけれども、やっぱりですね、こちら東日本北日本は今日は一日天気の回復は期待できず、あちらこちらで強く降るということが想定されます、はい。特にこの東北の日本海側は夜にかけて雷を伴う可能性もありますので、落雷や突風も要注意となります。はい、では今日傘が必要なエリアマップで見ていきましょう。はい、もう今日は広い範囲ですね、はい。北海道は今日はいらないとこういうところはあるんですけれども、はい、それ以外は広く雨具をご用意ください。雨の本降りの強さというところもあるんですけれども、うん、風が結構、ね、はい、強めに吹くところがありますので、これ、ね、大きい丈夫な傘があると良さそうです。はい、強い雨にもお気をつけください。